リレイヤーにはステラギア、ダークギア、そしてクエーサーという3つのクラス、100種類のロボットが登場します。ステラギアは隕石より発見された古代銀河人の人型兵器オリジナル1を研究し、重力技術開発機構 GT ラボが生み出したスターチャイルド専用の人型ロボット兵器。またダークギアは赤力を動力源とするリレイヤー専用兵器ですが、その詳細は明かされていません。一方クエーサーは汎用タイプの人型ロボット兵器であり、地球連合政府軍から宇宙海賊に至るまで広く普及している人型兵器です。ロボットには4つのメカタイプが存在します。アサルトは近接攻撃を得意とする前衛タイプのロボット、タンクは盾による防御を得意とする前衛タイプのロボット、スナイプは銃による長距離攻撃を得意とする中衛タイプのロボット、そしてスカウトはバフ、デバフや回復を得意とする後衛タイプのロボットです。またリレイヤーではアステリズム号の艦内にある宇宙科学資料室にロボットのモデルビューアーが設置されています。ロボットのモーションを動かしたり、武器を装備させて360度回転させ好きなポーズで写真を撮ることができますので、楽しみにしていてください。それではロボットの紹介に入りましょう。まずはステラギアです。ステラギアアサルト機の一つが主人公テラが登場するアサルト試作1号機アストライア。機動力と格闘に優れたアタッカーであり、その名称は星のごとく輝くものを意味するギリシア神話の女神アストライアに由来します。アサルト機は専用武器である両手剣や汎用武器である片手剣、マシンガンを装備することができます。またそれぞれの武器ごとに3タイプの攻撃カットシーンを楽しむことができます。さらに両手剣同士が交える一騎打ちや必殺技ビッグバンの発動時には特殊な攻撃カットシーンが登場します。ステラギアタンク機の一つがスターチャイルドの小隊長を務める3専用機のアマテラス。機体名は日本神話の太陽神であるアマテラス大御神に由来します。アマテラスは格闘や装甲に優れたディフェンサーですが、機動力や電子戦を苦手としています。タンク機は専用防具であるシールドとの組み合わせで汎用武器である片手剣、マシンガンを装備することができます。またそれぞれの武器ごとに3タイプの攻撃カットシーンを楽しむことができます。さらにタンク機同士の片手剣攻撃を交える一騎打ちや必殺技ビッグバンの発動時には特殊なバトルカットシーンが登場します。ステラギアスナイプ機の一つがウラヌスの専用ステラギアハーシェル。機体名は天王星を発見したイギリスの天文学者に由来します。ハーシェルは射撃と機動性に優れ、格闘と電子戦を苦手とするスナイプ機です。スナイプ機は専用武器であるライフルや汎用武器である片手剣、マシンガンを装備することができます。またそれぞれの武器ごとに3タイプの攻撃カットシーンを楽しむことができます。さらにスナイプ機同士のライフルを交える一騎打ちや必殺技ビッグバンの発動時には特殊な攻撃カットシーンが登場します。ステラギアスカウト機の一つがハレー彗星の意志を宿したハレーの専用機コメット。機体名は75年周期で地球に接近するハレー彗星の一般名称であるコメットに由来します。コメットは電子戦で圧倒的な能力を発揮しますが、格闘を苦手としています。使う時は専用武器であるビットや汎用武器である片手剣、マシンガンを装備することができます。またそれぞれの武器ごとに3タイプの攻撃カットシーンを楽しむことができます。さらにスカウト同士のビットを交える一騎打ちや必殺技ビッグバンの発動時には
特殊な攻撃カットシーンが登場します。続いてクエーサーの紹介をしましょう。クエーサーは鉄器として登場する場合にはステラギアとは異なる3タイプの攻撃カットシーンを見せてくれます。最後にリレイヤーが登場するダークギアをご紹介しましょう。ダークウォーカーのダークギア機ダークツェッペリンは機動力や射撃に優れています。また必殺技ジェノサイドバスターの発動時には特殊な攻撃カットシーンが登場します。いかがでしたでしょうか。リレイヤーにはまだご紹介していない攻撃カットシーンがたくさんあります。実装ベースで100種類以上の攻撃カットシーンを楽しむことができますので、ぜひ確認してみてください。美しい宇宙を舞台に敵を術中にはめて戦闘に勝利する達成感とハイエンドなロボットバトルを楽しめる新作ロボットシミュレーション RPG リレイヤー。